松山港の約15キロ沖合に位置する中島を中心に点在する忽那諸島。鎌倉時代から南北朝時代にかけて、これらの島々で活躍したのが忽那水軍。実は表の歴史に一切登場しない謎の将がいた。その人物は特別な秘術が使えたそうだ。ああ、まだ見ぬ憧れの人、歴史上の人物って素敵って、ちょっとあんたたち聞いてんの？ほんま、やっぱ三つ浜焼き最高。何にしても現実にいない人を妄想するようじゃ幸薄い未来やね。10年生きた経験から言わしてもらうと。何よ、ロマンのない男、今から先が思いやられるわね。そんでこの地図の端っこの範囲、一見シミに見えるけど、これは五後島、観音寺にある印の片側と同じなんよ。へえ。どうやらこの島々には忽那水軍の隠したお宝があるらしいんよ。わあ。松山、今度は松山七不思議に隠された8番目の謎、水軍のお宝に挑戦するよ。なんでや、こんないい天気やのに結構。松、見て。ん？モグリの姉ちゃん、こんなことって。仕方ないね、今日の謎解きは諦めて。あの島に行きたいのかい？あった！モブリの姉ちゃん、ここだ！お前たちが探し、俺たちが奪う。ここは忽那の島々の隠されたもう一つの姿。その昔、忽那水軍は特別な秘術を使ってこの地を守ってきた。その力により財宝を封印した時空の島なのさ。わざわざ入り口に案内してくれてご苦労だったな。でもお前ら、その範囲は入り口の範囲だぞ。忘れてたのかな、地図の半分は俺たちが持っているってこと。まさか。こちらが出口の範囲さ。さてゲームと行こう。この忽那の島々に水軍の秘術によって封印された7つのスポットがある。そこに祈りを捧げ封印を解いた者が財宝を手にするというわけだ。さて、よーい、ドン。財宝だ。どうしよう、何を手がかりに探せば。任せて、こういう時のために。じゃーん、七不思議探索用アプリ松山カメラモブリ版。何それ。松山七不思議に関わる場所を表示してくれるアプリなんよ。これによると、着いた。元の世界とまるで同じやね。夏に花火が見えるところやろ。花火か。
残念だったな。一つ目はいただいたぞ。祈りとは強い思い、すなわち欲望。どれだけ財宝が欲しいか、強く願った者の勝ちだ。残念ながら次の島に行けるのは俺たちだけのようだな。クツナ水軍の謎の軍将、財宝の管理人アラン、面白くなってきやがったな。祈りとは欲望じゃない、大切なものを守りたい気持ち、その強さだ。行こう、次の島へ。クツナ水軍のアランさん、あの、普通年下の子供からじゃないん、助ける順番。3人で心を一つに、守りたいものを思い浮かべるんだ。そうすれば祈りは一層強くなる。そうやな、三つ浜焼き、鍋焼きうどんのある町、松山。よもだのいる町、松山。うん、松山。あ、言っただろ、欲望に勝る願いはないんだ。ね、今度こそ。うん、海も山も島もある大切な場所、この僕らのふるさと松山やね。ね、モブリの姉ちゃん。松山、松山。なめっこめ、この一大事にどうしたんよ。モブリの姉ちゃん、どうせろくでもないこと考えてたんやろ。ごめん、だってどうしても浮かんでしまうよ。いいぞ、仲間割れか。さて、そろそろ見せてやるから、この島の財宝の謎を。財宝とはクツナ水軍の秘術。その一つが思いのままに全てを黄金に変えて操る力なのさ。次が最後の島、中島。絶対あの二人に秘術を完成させたらいかん。7つの砲撃の一件で町を救った君たちの活躍を見て、この島に来る手伝いをさせてもらった。巻き込んで悪かったが、俺一人ではあの二人を止められない。どうか我らの靴を悪用されないよう守ってくれ。アランさん、
あなたのためにあなたを忘れます。マッツ、ヤンマ、もう大丈夫。思いを一つに。松山ファイト。姉ちゃんずっとこんな感じ。アランさん急にいなくなっちゃったのがやっぱり。俺はいつまでもこの海で見守っているよ。謎を探しに行くよ。はい。道路は続く遥か遠い街まで。スピードは僕の気持ちを乗せて走る。風を切って Wind again 離して Tomorrow never knows だから返して よそ見はいけないぞ。 目的地まで気をつけろ。 モブリー、ヨモダご覧になってしまったんよ。なんか心当たりない？道後のからくり時計のとこで見たのが最後で、